里崎チャンネル緊急速報ということで、ちょっとこんな感じですけども、里崎、今日千葉テレビの里崎智也のゴルフ直球勝負番組収録でですね、まあ雨降ってましたけどもね、収録している間に何が起きたかっていうとですね、なんとですね、楽天涌井と中日阿部1対1の交換トレード成立っていうね、情報が入ってきましたけども、里崎今羽田空港でですね、駐車場です。これから明日徳島で公演があってですね、今日今から帰らなきゃいけないんですけども、緊急というところでですね、こういう形で、動画、いつものごとく車の中で撮ってますけども、じゃあ第一印象ね、見た時ネット、阿部トレードで、涌井と誰なん、1対2なん、誰なんっていうのが一番最初の印象で、1対1なん、ほーみたいな感じが一番最初のこの情報をね見た時の印象で、まあこれはね、石井 GM 兼監督が言うには、中日側からお話をいただいて涌井をトレードしてもらいたいかっていうね、ところの話で、その中から阿部選手の話が出てきて、阿部いいじゃないかっていうところで1対1のね、トレードが成立したっていうところで、まあね、トレードはポジティブってねいつも言ってるけども、だからまあね、本人にとってはねポジティブなのよ、トレードっていうのはね。でチームにとってポジティブかどうかっていうのは違う話であって、まあそのね、楽天のことで言えばね、もう右バッターいないとね、でなった時にこの阿部選手がセカンドに入ることによってね、多分浅村が、ファーストに行って、でそして、まあサード新外国人が取って、でショートは小深田、山崎で茂木っていうところの争いになったりとか、 DH に浅村が入って鈴木大地ファーストとか、もしくはサードの外国人が DH に入って茂木サード、鈴木大地ファースト、サードっていうねいうところはあるかもしれないし、やっぱり右バッターがいないっていうところで、いや楽天にとったらこんなめちゃくちゃいいトレードはないよ。今年、2割7分、131安打、ホームラン9本、打点57っていうところで、パリーグでも、打率ランキング16位。周りで言うと、オスナが2割、7分2厘で、で、その下に2割6分7厘ぐらいで、阪神の大山が入ってるから、要は、安打で言えば、今年大山より打ってて、オスナより若干打ってないけど、この大山、オスナと同じように、ヒットだけで言えばね、打ってると。しかもあの広いね、バンテリンドームでホームラン9本を打つってことは、もうちょっと球場が狭くなったりした時にホームラン下手したら13ぐらい、15、まあ、12、3はねいけるっていうね、2桁ホームランも打てて広角に打てるっていうところでは、楽天が来季にね、里崎のドラフトチェックでも言いましたけども、来年は優勝しますっていうねところのドラフトチェック言いましたけども、まあ、この阿部選手が入ったことによって一気に優勝候補筆頭にね、楽天は名前が上がるんじゃないのかなっていうところでは、かなりね、楽天にとったらポジティブな素晴らしい、トレード相手だったと思いますし、右のね野手っていうところではやっぱ楽天がね人がいないんで、これはね非常にいいトレードに、楽天側はなったと思いますけども、で楽天側のピッチャーで言うと涌井、今季で言うとまあ怪我とかもいろいろあったかもわかんないけども、4勝3敗、防御率 3.54 っていうところで、直近の試合では9月30日ソフトバンク戦、まあ6回投げて、5失点で敗戦投手で、まあ日本ハムソフトバンクロッテと投げてますけども、大体まあ3失点前後はね、するかな、まあ防御率通りのね、ところかなっていうところはありますけども、だから多分落合英二さん絡みのトレードやと思うんだよね。その伊藤監督と落合英二さんもいい関係だって、でその時に涌井はね伊藤さんの時にロッテに来てて、多分落合英二さんとはめちゃくちゃいい関係を持っててできたと思うから、その落合英二さん絡みの今回の中日側からの打診涌井っていうところが、だからまあピッチャーいいメンツいると思うけどね、だから大野で柳で小笠原で高橋で、まあ松葉も残留したしね、リリーフとかもね、谷本とか清水とかね、そういったところの若い藤島とかね、で外国人もいるしっていうところでね、野手と野手だったら分かるけどね、だからまあでもそこまで涌井が欲しいっていうところでは、5人目6枚目っていうところが足りなくてドラゴンズとしては欲しいってなってんのか、まああとはやっぱドラゴンズで言うと
そんなに得点能力が高いわけじゃないから、涌井もしっかり抑えてこないと勝ち星がね楽天と同じようについていくかっていうところのハードルはワンステップ超えると思うけども、まあ、ドラゴンズから持ちかけてね、でその中でその石井監督ね兼 GM が言うには阿部の名前が上がってっていうところで、阿部の名前上がるんだと思って、今年日本人の右でドラゴンズで一番打ったの阿部じゃないのみたいなね、感じ、阿部出しても大丈夫なんだっていうところで、まあ考えていくとね、だからもう使わないっていう中日の、だから立浪監督率いる首脳陣の中ではもう中日は来年あの構想上に阿部は今年打ったけども入ってませんよっていうね、まあことの認識なのかなと。だからまあね、まあ今年でもね、あのシーズン序盤から阿部は構想に入ってなかったわけね。だからレフトとかも守る練習してたしね、サード、石川でセカンド高橋周平で行くっていうところでね、でそこで、石川怪我したりとか高橋周平怪我して、であの阿部にチャンスが回ってきて、そこをね阿部選手がものの見事に掴んでね、素晴らしい成績を、収めたっていうところはありますけども、だからもうサード石川ショート高橋周平で行くからもう阿部は使わないよと。で外野は多分レフト外国人連れてくるから、今立浪さんがドミニカ多分行ってんだよね。で、外国人大島岡林で行って、でも石川セカンドは高橋でね、行くっていうところで、もう阿部は使わないと。でしかもねドラフト2巡目で明治の、村松、そして、5巡目でね、福岡ネクサスエレファンツの、浜、そして6巡目でアジア大学の田中っていうねところで、日本新薬ね福永っていう内野手も含めてね、内野手取ってきてるから、もうそこでバックアップして、もう阿部は使わないよと。あ、別にドラゴンズはね、だからもう枠いくれるんだったら阿部出そうみたいなね感じになってて、いや俺阿部だったら1対2ぐらいでもういけたんちゃうかって思うし、まあもって言ったらルーキーはねどこまで頑張れるか分かんないから、今慌ててやらなくてもキャンプとか開幕前ぐらいでも慌てなくても多分阿部だったら絶対トレードできたと思うんだよね。そういったところではちょっと謎がね、あの多い何かしらの動きがあったのかなっていうところも、まあ勘ぐられてもおかしくない。これはもう妄想上だからね、どうなのかは分かんないけども、あのまあ里崎ライブに来てくれた人には楽しい話があるかもねっていうところだけは、言っときますけども、まあ新天地になってね、まあ涌井もねこのまま楽天にいたとしても多分もうチャンス来年ないんだよね。だから則本、岸、マー君いて、で唐島で滝中で、まあ西口とかも良くなってきたし、でしかも新人のね、庄司君、立教のね、であと、駒子君っていうところもね、入ってくるから、多分優先順位からするとめちゃくちゃ後ろの方に行くから、下手したらほぼほぼチャンスなくなるっていうところもねあって、落合英二さんとかの流れで、じゃあそれだったら涌井取ろうかって言った時に、涌井言いに行ったら阿部どうですかみたいな感じで楽天が言って、まあだっていい選手から言っていくからね、楽天取ったら阿部選手なんてもう最高にフィットする選手なわけだから、たらダメかもしれないけど言っとこうかな、あいいのみたいなね、感じで、成立したんじゃないのかなっていう憶測だけどね。でもこれはまあね、阿部選手からすれば来年ねチームのこんだけ今年頑張ってチームのね構想に入ってないっていうんであればね、やはり求められるところに行くのはかなりのポジティブだし、しかも楽天としては右の内野手ね、特に右の野手が欲しいっていうところで、ツーベースも年間31本打って2割7分打ってホームランも9本、広いバンテリンドームで、しかも守備もそつなくこなして、右打ちもしっかりできる、チームバッティングもできる中で、しっかり戦えるっていう選手はね、もう喉から手が出るぐらい欲しかった選手のタイプとしては完璧に近い、もう石井 GM からしたらよっしゃっていうようなね、トレード成立っていうのは良かったと思うし、まあ楽天としてはね、やっぱその先発5、6番手を厚めにしたいっていうところで、まあ別に阿部選手出したところで、そのルーキーもいる、でもう来年は石川、高橋周平で行くっていうのが決めてるから、もう阿部があぶれちゃう、まあそれだったら出してもいいなみたいなね、感じとして取るんだったら、まあチーム編成上、構成上は、まあまあ、それは周りがね、とやかく言うことでもないし、まあそうなんだろうなっていうのはあるけども、まあただでさえチーム、まあ中日は打てて
どれが出るかどうかが勝負っていうところで、今年結構打点も上げてチャンスメーカー、あとはチャンスをね、しっかり掴むっていうところの打撃がかなり引いてて、日本人選手の右バッターの中ではドラゴンズでは一番良かったらなって思う阿部選手が抜けて、ドラゴンズ来年の打線大丈夫かなっていう不安の要素はかなり高いけどもね、これはもうドラゴンズとしてはこのトレードが最高だったっていうのは、まあ来年の成績を出してほら見ろとね、ごちゃごちゃ言うけども、ほら良かったじゃん、涌井もね、しっかり勝ったしね、打線も二遊間ね、石川が育って高橋周平復活して、もしくは若手のねルーキーたちが躍動して、別に安倍さんいなくても回るじゃんっていう風なねところを、まあ結果でしかね、わかんないからね、そのトレードが成功かどうかなんてね。で、やっぱりファンの人の思いではね、やっぱ安倍選手、涌井選手ね、ほら、どの選手に対してもね、熱い思い入れもあるかもしれないしね。これはまあチームとしての編成上で考えていくと、やっぱなんとかね、これで結果を出したら、それはあのトレードは正解だったってなるわけだからね。そういった意味では、お互いがね、成功に導かなきゃいけないし、これでね、安倍選手が楽天行って、あんまり下、ね、尻すぼみになったら、ほら見ろってこともなるしね、ここで頑張っていったら、いや、もったいなかったな、みたいな感じになるかもわかんないけども、でも、涌井がまた頑張ればね、ほら、両方同じ感じでいいじゃん、みたいなね。っていったところが、まあ、感想から正直びっくりしたっていうね。どっちかっていうと、まあ、選手で言うとね、ずっと全盛期はない中で、涌井はね、実績も素晴らしいけども、やっぱりもう若干このね、ピークは過ぎて下り坂に入ってるところで、まあどこまでそれを抑えながら頑張れるかっていうところがね、だからやっぱ1年間ローテーションを守るのはちょっと厳しいかなって今現状思うけども、その想像を、そんなふざけんなと、まだまだいけるよっていうような、打破していく、かもわからないし、ね。逆に言うと、まあ、安倍選手はね、まだ32歳っていうところでね、今年素晴らしい活躍をして、こっからね、ちょっと上がり調子ってね、いうところもある中でね、来年以降さらなる活躍っていうところはね、期待できるし、まあ、涌井はね、やっぱピークはそら過ぎてると思うんだよね。この落ち際をどれだけ緩やかにして自分のパフォーマンス能力を上げれるかっていうね、ちょっとこの上がり調子ところっていうところのアンバランスさは、気になるけども、ね、個人的には、でもふざけんなと、まだまだやれるぜっていうね、結果を、まあ、両者ともにね、あと両チームともに、結びつけていければね、いいトレードだったっていうところはね、万人の人が思うわけで、まあ、非常にね、びっくりしたっていうのがね、第一印象で、おーって感じにはなったけどもね、まあ、すべてにおいて、まあ、ドラゴンズファンの皆さんもね、いろいろ思うところはね、あるかもわかりませんけどもね、まあ、そういったところで来年中日ドラゴンズがね、チームとして結果を残していけばね、これもいいドラフト、ね、いいトレードだったっていうところにも、なるしね、その新人で内野手をやっぱり結構いっぱい取ってるっていうところの、チーム構成上、もう安倍選手をね、使わないっていうね、チームが判断したっていう中でのね、使わないのにチームに置いとくより、それはいい選手、ね、欲しい選手とトレードした方が絶対にね、ポジティブなんだから、そういったところの、まあ、思惑があったのかなっていうところはね、感じる、トレードでした。まあね、来年以降のこのね、ドラゴンズ、そしてイーグルスのね、戦いっていうところをね、このトレードと合わせてね、注目していくと、より面白くなるのでね、非常に、オフの中でね、びっくりしたトレードのね、一つだったと思いますけども、ね、イーグルファンの皆さん、そしてね、ドラゴンズファンの皆さん、皆さん個人的な意見はね、ぜひコメント欄でお寄せください。ということで、佐々木からの阿部選手、涌井選手のトレード情報でした。それでは、ちなみに一言最後に言い忘れてたんで、もうターミナルの中入ってきてしまいましたけど、端っこの方で、撮りますけども、今回の、安倍と涌井のトレードで佐々木が現役中、びっくりしたトレードとよく似てます。それは何かというと、ロッテでいうとサブローのトレード、巨人との、そして、久保の阪神との、橋本とのトレード、この久保とサブローのトレードぐらいびっくりしました、正直。でもこれと同じようないろんなことが起こってるのかなっていうね、ところも感じるとか感じないとかありますけども、若干このサブロー久保のロッテの時のトレードと同じぐらいの衝撃と同じぐらい何かが渦巻いてるのかとかっていう、まあ正直ここは妄想だからよくわかんないけどね、そういったところの過去の事例で言うとそれぐらいのインパクトがあったと思います。サブロはね、その後 FA で出戻りしてきたっていうところもあるし、久保はね、その後阪神に行って、いい成績も収めたっていうところでもあるんでね、出先では良かったですけどもね、ロッテとしてはプラスだったかどうか、それはね、佐々木の口からは言わないです。皆さんのご想像にお任せします。ということで、それぐらいの衝撃があった、それを忘れてたので言います。じゃあ